京都府選管によりますと、日本維新の会の久保田正樹京都市議の資金管理団体は、去年と一昨年分の政治資金収支報告書を期限までに提出していなかったということです。政治資金規正法では、政治団体に対し、1年間の収支報告書を3月末までに提出するよう定めていて、罰則規定もあります。久保田市議は MBS の取材に対し、 事務関係とかっていうのは事務員がや別でやってたもんですからそこの部分までちょっと確認がちょっと僕のほうができてなかったところがあって。期限を過ぎた2年分の収支報告書はことし4月に提出したということです。